ゲストを紹介しまーす。青山優雅役の桑野康介さんでーす。僕がヒロアカのラジオに登場さ、メルシー。はい、どうも、青山優雅役の桑野康介です。メルシーメルシー、よろしくお願いします。メルシー、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ようこそ初ゲストの、はい、桑野さん。桑野くんでよろしくお願いします。あ、まず、いくつですか、今。1990年生まれの。つまり24歳。5です、ね。あ、5歳。今年6になる。6になる。あ、僕、89年なんで。あ、一個お兄さんや。え、大輝くんのお兄さん？お兄さんになったの。お兄さんお肉おごんないとじゃん。お兄さんお肉おごりますじゃん。あ、ぜひ。それは喜んでついていきます。やったー。でも芸歴はどうなんですか？芸歴は15の時からなんで、もうかれこれ11年目とか。桑野さん！やめてください、やめてください。桑野さん！やめてください。お肉をおごってください。おごってください。それ違う。じゃあ桑野くんで大丈夫ですか？はい。むしろもっと、なんか、気安く、こうちゃんでもいいですし、こうすけでもいいですし。そういえば、ニックネームっていうのはなんか、よく呼ばれるニックネーム。やっぱこうちゃんが多いですかね。あ、こうちゃん。年上の方にはこうすけだったりとか、気安く呼んでもらえると、じゃあ、こうちゃんで行こう。こうちゃんいいな。こうちゃんで行こう。逆に僕はお二人のことをどうお呼びすればいいですか、ね、大輝くんと、ノブくんかな。ノブくん。そう。あれお二人めっちゃ照れてるじゃないですか。じゃあ、こうちゃんで。こうちゃんで。よろしくお願いします。ね、ぜひ。